今日は節分です。広島市内の神社では恒例の鬼退治が3年ぶりに行われました。毎年世相を反映した鬼が登場しますが、今年はどんな鬼が登場したのでしょうか。広島市中区の住吉神社、この日千葉県で水揚げされた20センチほどの大イワシが奉納されました。大イワシは節分の日、八重樫の神事に使われます。料理人の手によって1000匹のイワシの頭が切り落とされました。神職を務める森脇義佳さん。森脇さんはその丁寧な話しぶりからかつてお言葉少女と呼ばれました。中学校1年生でございます。学校は楽しゅうございますか。さようでございますね。イワシの頭を焼く節分の神事は3年ぶりです。イワシの頭はやはりこの歯とそれから目でございますね。それでギョロッと鬼が嫌いますし、さらにこれを焼くことによって鬼の大嫌いな煙、匂いが出ますので、それで退散させていくというものでございます。もうよろしいんですか。残った胴体は氏子や地域の人に振る舞われました。人数分5匹ずつ、はい、いただきました。無病息災、なんか何事も起こらないように、コロナもなくなり、みんなが楽しく過ごせればいいなと思います。迎えた節分の日、新型コロナの影響で3年ぶりの八重樫神事とあって2000人の参拝者が訪れました。本殿の前にはイワシ1000匹の頭です。若君様、若君様、赤鬼がやってまいりました。急ぎてイワシ千匹の頭を焼きて、おい、払うように。平安時代から伝わる八重樫ですが、呼び物は劇による鬼退治のパフォーマンスです。巫女がイワシの頭を焼くと、もくもくと煙が。赤鬼はたまらず逃げていきました。オミクロン株とインフルエンザ同時感染してもうた。もうそしてこの1年も世間を騒がせた厄介者が登場です。神職の姿をしているのはオミクロン株とインフルエンザに同時感染した疫病神です。上がってきとる。その他にも物価高に苦しむ貧乏神などが登場、境内を沸かせました。ありがとうございます、ありがとうございます。いろんなお兄さんも出てきて、皆さんの劇が上手で楽しかったですね。今年はたくさんいっぱい外に出て人と触れ合えるといいと思います。神社のお祭りを通して地域交流のきっかけとなって心の拠り所としていただければ、笑いで厄を払っていただいて1年間明るくご多幸にお過ごしいただきますことを心よりお祈り申し上げております。3年ぶりの豆まき、100キロの豆と餅300個が振る舞われました。そして焼いたイワシの頭はヒイラギの枝に刺して配られました。家の戸口につけておくと厄払いになるということです。笑顔あふれる3年ぶりの八重樫、地域はにぎわいのひとときを過ごしました。
疫病神に物価高、本当に退散してほしいものばかりでしたね。住吉神社の八重樫神事ですと、本当に毎年いろんな鬼がやってきて、その世相を表すという、まあ、この風景がもう毎年当たり前の景色だったんですけれども、それが3年ぶりということですから、まあ、どれだけ当たり前の日常がこの3年間失われていたか、それが戻りつつあるかというのがよくわかりますね。はい、